バーンリーフットボールクラブは、イングランド北西部、ランカシャー州バーンリーをホームタウンとする、イングランドプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。チャールズ王大使が、バーンリーのファンであることを公言している。リーグ優勝2回、FA カップ優勝1回を成し遂げた小豪であるが、近年は会に低迷している。2008から09シーズンのカーリングカップでは、アーセナルに勝利している。 このシーズンのリーグ戦は5位に沈んだが、2009年5月、シェフィールドユナイテッドとの昇格プレイオフに勝利し、34年ぶりのトップリーグ復帰を果たす。2009から10シーズンの第2節には、王者マンチェスターユナイテッドから大金星を奪うなど、序盤はホームゲームで圧倒的な強さを誇ったが、徐々に失速。シーズン途中には指揮官を、 ボルトン・ワンダラーズに奪われ、ホームでも大敗することが増え、1シーズンでの降格が決まった。2014年4月、2位以内が確定し、プレミアリーグ昇格が決まったが、翌2014から15シーズンは19位で、再び降格となった。しかし2015から16シーズンは、フットボールリーグチャンピオンシップで1試合を残して、わずか1年で、プレミアリーグ復帰を決めた。 2017から18シーズンには、ショーン・大地チ監督の下で、プレミアリーグのないと躍進した。2018から19シーズン、クラブ史上初となる UEFA、ヨーロッパリーグ予選に参加したが、プレーオフで、オリンピアコスに敗れ本戦出場は叶わなかった。2020から21シーズン、リーグ18節リバプール戦に1の0で勝利し、68試合続いた。 リバプールのリング戦、ホーム無敗記録を終わらせた。最多得点勝利試合最多失点敗戦試合最多、得点勝利試合最多失点敗戦試合中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。